カロリニアンは、米国のシャーロットとニューヨークを結ぶ旅客列車。現在の列車は1990年から運行し、アムトラック及びノースカロライナ州運輸局が共同で運営する。ニューヨークとワシントンの間に北東回路を使用する。ローリー駅を出発する列車1984年10月28日に運行を開始した。当初、ローリーから 旧シーボード鉄道線でバージニア州のピーターズバーグまで走り、そこで現在のルートに合流した。カロリニアン号及びシルバースター号はローリーにおいて同じ旧シーボード鉄道ローリー駅を使用し、ノースカロライナ州のヘンダーソン市にも停止した。ノースカロライナ州政府が年間43万6000ドルの助成金で列車の運行を補助したが、翌年に助成金を中止し、 アムトラックが1985年9月3日にカロリニアンの運行を中止した。旅客数が当初の見込みを上回ったが多くがノースカロライナ州内の短距離旅客で北東まで行く旅客が少なかったからである。アムトラックとノースカロライナ州が1990年5月12日にカロリニアンの運行を再開した。 当時の列車はロッキーマウントでパルメットと接続したが、1991年4月に接続が終了し、その後の列車はニューヨークまで直通運行した。1995年、姉妹列車といわれるピードモント号がローリンシャーロット間で運行を開始した。ニューヨークからシャーロットまでの帝国時間は約13時30分分間。 ニューヨーク・ニューアーク・トレントン・フィラデルフィア、ウィルミントン・ボルティポア・ワシントン・アレクサンドリア、クアンティコ・フレデリックスバーグ、リッチモンド、ピーターズバーグ、ロッキー・マウント・ウィルソン、ゼル・マス・ミス・フィールド・ローリー・ケイリー・ラーラム、バーディントン・グリーンズ・ボロ、ハイポイント・ソールズベリー・カナポリス、シャーロット一般的に、ビューライナーの荷物車、アンフリートのビジネスクラス車、アンフリートのカフェ車、 3から4両のアンフリート高知車の編成で運行する。ワシントンの南には GEP42DC のディーゼル機関車を使用し、ニューヨークとの間には電気機関車を使用する。この編成では最大旅客数は346人となる。ありがとうございます。